次は空気圧ですよ。ちょっと待っててよ、空気圧見るからな。はい、お利口さん、空気圧も OK です。はい、プラスエッジだよ。皆さんこんにちは、こんばんは、ワイマです。今日は、氏家の悠々パークと呼ばれる公園に向かっています。その公園は初めて行く公園で、どんな公園かは分かりませんが、ただ敷地面積は広いと聞いておりますので、クレアとゆっくりお散歩が楽しめると考えています。悠々パークでお散歩の後は、高根沢にある道の駅元気アップ村の方に向かって、温泉に入っていきたいと考えています。できればクレアと二人きりで初めての車中泊もできるかなと期待しています。まあ無理であれば、家の近くですから、かみさんに迎えに来てもらうことも可能ですから、そこでまずは車中泊の練習という考えで、クレアと一晩楽しみたいと思います。あと、5、6分で公園に着きます。安全運転で向かいます。はい、クリア。まだまだまだ。はい、ハーネス。首は。まだ。はい。ゆっくりよ。
よいしょ。はい、じゃあアップ。はい、ベッド。はい、これはベッド。ゲット。はい、sit。stay there。じゃあちょっと待っててよ。クレアさんにもお水入れましょうか。ね。はい、クレアおいで。はい、セット。おいで。はい、どうぞ。無理や。うん。ねえ、べしょべしょになりますよ。汚いね。あ、あ、あ。もういいか。あ、水は。はい、お水は。いいですか。はい、じゃあ。ハウス。お出かけするよ。おいで、カム。ほい、ほい、ほい。はい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 、はい。これ、な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 。危ない。こっち、カム。はい、おいで。おいで。はい、これで、カム。パーン、はい、これで、ベッド、ゲット。セットはセット。ゲット。ゲット。よいしょ。
はい、悠々パーク非常に広い公園で、クレアと一緒に散歩を楽しめました。1時間ちょっと歩いて4キロちょっとですかね、たらたらとゆっくりと歩いて楽しみました。また来たいと思います。次は、このまま、高根沢の道の駅元気アップ村に向かいます。そこで温泉に入って、できれば車中泊したいなと考えてます。立派な建物です。これが元気アップ村です。こっち。はい、じゃあクレア、父さん、お風呂行ってくるからな。俺、スワン頼むよ。お進みください。
グロ。